はい、KOZ こと、コズです。今回も、開封動画、撮りたいと思います。今回開封するのはこちら。ドラゴンボール色紙アート3。はい。こちらをね、出ましたんでね、やっていきたいと思います。一応ね、コンプ目指してますが、コンプ目指してワンボックス買ったんですが、なんと、ワンボックス10袋入り。で、全14種、プラスシークレットによると2種。全16種ってことで、ワンボックスじゃ、揃わない。ということなんでね、2箱、大人買いしました。はい。こちらをね、開けていきたいと思います。はい。うん。ということでね、ちょっとまあ前後半で分けるかと思います。はい。前半10、箱、後半1箱でね、はい、やっていきたいと思います。ではね、まず最初の、この1箱ですね。で、こちらをね、とりあえず、開けて、多分中のパックがあるんで、パックの上部をハサミで切った状態で始めたいと思います。はい。それまではね、ちょっとカットします。はい。ということでね、今、全部開封しました。10パックですね。はい。とりあえずこういう感じで上だけね、切りまして、全部あります。全部アソートもあるかなとは思うんで、とりあえず手前から、順に、やっていきたいと思います。はい。箱に入ってるこの手前からね、の順番になってますんで、はい。では、一つ目いきましょう。まあね、とりあえずラインナップは書いてあるけれど、まあこれ、シークレットが何なのかよくわかんないけど、まあ、とりあえず、いきます。はい。1個目。あ、これはちゃんとビニール入ってんな。あ、裏側か。で、あれ、ガムが。ちょうど食玩なんでね、ガムあります。はい。とりあえず、じゃあ、1つ目、いきます。せーの、じゃん。うわっ！かっけ。ああ、すごいな、これ。これ金箔あれ箱押しだな。これレアかな。その5、これはレアかな。箱押しだもんな。レア色紙、あ、これがレア色紙なんだね。なるほど。はい、これレア色紙みたいですね。はい、箱押しがレア色紙。レア色紙本州箱押し、本州は箱押し。そうですか。まあシークレットではない。はい。じゃあ次ね。はい、行きましょう。はい。2パック目ですね。はい。はい。裏側ですね。はい。よし。じゃあ行きます。シークレット。来い。じゃじゃん。あ、ザマスと、あれが、ローラローズ、悟空ブラックが買ったりしてね。これあれか。ザマス合体の、ザマス合体か。まあ、ちょっと崩壊しかけてる状態のやつかな。その2、これは普通ノーマルみたいですね。はい。続いて、3パック目。はい。よしいきます。せーの、じゃん。お、いやー、かっこいい。これこのベジットかっこいいなー。これ、ああ、箱押しじゃないね。これの箱押しあるみたいですね。はい。ああ、これの箱押しが良かったなー。
ノーマルですね、はい。続いて、4パック目、はい、よいしょ、よし、いやす、せーの、じゃじゃん、お、ゴールデンフレディス、その8、1パックでダブル、あ、1箱でダブルことはないのかな。でも逆を言えば2箱でもコンプできない可能性もあるっていうことだからね。いやー、これは厳しいアソロットになる可能性もあるな。はい、5パック目、折り返し地点、はい、いきます、せーの、じゃん、お、来た、箱押し、スーパーサイヤ人4、その13、かっけー、スーパーサイヤ人4好きなんですよね。スーパーサイヤ人4、箱押しはね、4種類あるみたいですね。いいね。っていうことはこれあれ全部で何種あることになるんだ。もう一回、6パック目、はい、いきます、せーの、じゃん、あ、これはいいね、親子カメハメハ、その11、親カメですね。その11、はい、7パック目、あ、落ちた、いきます、せーの、じゃん、お、トランクス、未来トランクス、これは普通だな、ノーマルだな、その3、8パック目、よし、いくぜ、8パック目、あ、ノーマルバージョンの、さっきのやつですね。お、これで揃った、揃った、これは、ってことはあれ全部何種あるんだこれ、箱押しとこれで1種って数えるのか2種とか数えるのかどっちなんだろうな。9、ラスト2、はい、いきます、せーの、じゃん、うわー、来た来た来た、やったー、ベジット箱押し来た、あー、やった、かっこいい、ベジットだっけ、ノーマルベジット、こんな感じです。もう全然、もう枠が入ると全然違うな。いや、いいね、あー、オッケー、じゃあラスト1個、ラスト1個、あれ今ガム2個出なかった、よし、いきます、ラスト1個、シークレット出るか、せーの、じゃん、あー、ブー、これはノーマルですね。その10、ブー、ブー、10、はい、十分だね、はい、ということでね、とりあえず前半、ワンボックス開封しますけど、どうやらボックス内で被ることはないっぽいですね、はい、あつ、いや、でもシークレット出なかったな、ということはもうシークレットの可能性がない。ワンボックスでシークレット2個出ることないよな。あー、もうこれコンプがもう終わったんじゃないかな。まあいいや、とりあえず、続いては、後半ね、開けたいと思います。まあ今回はね、前半ということで、ここまでにしたいと思います。まあ、気になる方はチャンネル登録お願いします。はい。
ではね、200個目またお会いしましょう。今日はこれに、ご視聴どうもありがとうございました。